皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は身近な布とダブルガーゼで作ったマスクと、あとマスクの紐の代用品をご紹介します。マスクの作り方は前回の動画、洗える、手縫いマスクミシンなしと同じです。はい、このように柄のある生地を使う場合なんですけれども、まずこの置き穂半分にして、でこの柄のある方を表にしていただいて、こうですね、このような形でこの両端を縫うんですけれども、そうするとこれを返した時にこの柄のついた方が表側になるので、このようにしていただければと思います。表になる方に身近な布を使って、裏はですね、直接口が当たるところでちょっと厚みがあった方がいいかなと思いまして、ダブルガーゼがくるようにしました。ダブルガーゼは2枚重ねにしております。はい、ではご紹介します。まずはじめは家にあった手拭いで作りました。粋な感じのマスクになりましたね。裏がガーゼになって、プリーツタイプですね。白い部分がちょっと多めになったんですけれども、こういう風に手拭いでも作ることができます。純和風といった感じのマスクになりましたね。こちらは、枕カバーで作ってみました。本当は横のストライプにしたかったんですけど、できてみたらこっちもいいなと思ってこのままにしました。最後はガーゼタオルのマスクです。かなり厚みがある感じになりました。はい、もう紐通してあるんですけれども、ガーゼがすごく厚くて、もしかしたらこの紐が通しづらいかなと思って、縫う時にこういう風に置いたままで縫いました。こういったガーゼタオルでも作ることができます。次にマスクゴムの代用品なんですけれども、ご紹介するのは洗濯できて再利用できます。はい、紙を結ぶゴムです。私いつもここに紙を結ぶゴムを腕にしてて、いつも見てるんですけど全然気がつかなかったんですけれども、ゴムにはこういう輪っかのタイプと、あとこの輪になってなくて長いタイプがあります。長いタイプのこのゴムを使用します。あ、結構長いですね。これでも十分に代用できますね。でこのゴムは細いタイプがいいと思います。マスクのゴムぐらいの。次はこの細い、平らなゴムです。これは、家にあったんですけど、幅を測ってみたら約 3.5 ミリでしたね。こちらもマスクのゴムとして使えると思います。こちらはですね、これはですね、なんとストッキングなんですね。でこのアイデアはご視聴者様から教えていただきました。ストッキングかタイツを足のところを輪切りにして、4センチか5センチの幅で引っ張ったら細くなりますので、耳が痛くならないですよっていうのをコメントでいただきまして、早速やってみました。すごい伸びますし、耳に優しいと思いますね。ソフトなこう肌触りですもんね、ストッキングって。なのでこれはすごくいいアイディアだなと思いました。コメントくださった方本当にありがとうございました。もう伸びますから、これはすごいなと思いますね。こちらなんですけれども、これは私が昨日作ったんですが、これは失敗作なんですね。でこれは何の生地かというと、私がもう着て古くなったヒートテックを使いました。生地がすごく柔らかくて滑らかな感じなのですね。なのでちょっと縫う時に大変だったんですね。でこうくたってなってしまうんですよね、形がこう。ここではなくてちょっといいなって思ったのが、この耳にかける部分なんですけど、この部分は、ヒートテックの一番下の部分ですね。
こういうふうに縫ってある部分なんですけど、そこを切って、耳の紐にしてみたらどうかと思ってやってみたんですけど、これもかなり伸びるんですね。なのでお肌にも優しいですし、耳の紐としてはとてもいいんじゃないかなと思います。はい、この紐は今後のアイデアとして使っていきたいなと思います。マスクのゴムが品薄ですっていうお声とか、あと売り切れてますっていうお声も、いただいておりましたので、何かで代用できないかなと思いまして、今日を紹介させていただきました。いろいろなもので代用できるなっていうのが分かりました。あとご視聴者様からすごくこれいいですよっていうふうに言っていただけるので、私もすごく今回勉強になりました。本当にありがとうございました。少しでも、皆様のご参考になっていただけたら嬉しく思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。